4ヶ月で10キロ痩せたダイエットマスターの俺が一切包丁を使わずに極力生ゴミも出さずにズボラな人でも簡単に作れるコスパ最強に痩せる料理を紹介していくよ。何度でも繰り返し見れるように保存ボタン評価よろしく。どうせだったら美しく痩せたくない？どうもダイエットマスターのシュリことシャフ君です。まあさ、そもそも俺たちがダイエットしてる理由って何なのか今一度考えてみようぜ。これは今よりも美しくなるために俺とかあなたは今ダイエット頑張ってるんだと思うんだよね。だから今回は体重を落とすためだけではなく美容効果も期待できる簡単ダイエット飯、タコニンニクキノコホイル焼きを作っていこうと思うよ。まあ、このチャンネルでよく出てくる鶏のささみから一旦離れてたまにはタコ料理を楽しもうじゃないかということでね。一食あたり、だいたい168キロカロリーぐらいで、ローカット玄米大盛り 200g と一緒に食べたとしても、合計で398キロカロリーと400キロカロリーを下回る超ヘルシーな料理となります。リュウジのバズレシピの10倍は簡単に作れる、誰でも簡単に真似できる料理なんで、良ければ作ってみてほしいな。それじゃあ、レッツクッキング！さあ、それでは早速作っていきましょう。まず最初に耐熱性の容器にアルミホイルを敷きます。しめじ 100g と業務用スーパーで買ったタコ 100g を投入して柚子ポン酢で軽く味付けをします。みりん大さじ 1.5 杯分入れます。続いてごま油も少々混ぜます。そしてアルミホイルをくるくると巻いてオーブントースターに18分加熱するだけ。仕上げに乾燥パセリとごまとニンニクチューブを追加して完成。俺は辛いものも平気だから唐辛子も追加したよ。タコはね、糖質も脂質もカロリーも低くてめちゃめちゃダイエット向きの食材だし、栄養素も豊富で美容効果もあるから美しくダイエットしたい人におすすめ。ぜひ真似してみてください。最後まで動画を見てくれてサンキューな。このチャンネルではダイエットに関する動画をこれからもバンバン出していくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしく。ゲーム実況やシチュエーションボイスをやっているシャフくんチャンネルや競馬予想動画をやっているシュリチャンネルなど別のチャンネルも運営しているから、よければ概要欄に貼っておくのでチャンネル登録よろしくお願いします。それではお互いダイエット頑張っていこうな。次の動画でまた会おうねー。